ババンババンババンキーバーンガラガラガラバリ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 シャーンドンドンドン先生破天荒すぎませんか。ミルクサッカーアカデミーです。井上真です。ノーミルク佐藤です。よろしくお願いします。遺跡動向でございます。新春、はい、新春本当ですね。もう日々動き続けるこの遺跡動向ですから、はい、はい、今日もキャッチアップしていこうということですけれども、はい、はい、何から先生教えていただけるんですかね。どうしましょう、今日いっぱいやりすぎて一体今日何分の話になるんでしょうね、うん、今日は一応まあ聞きやすいところも考えて15分から20分ぐらいがいいんじゃないかなと。ってことは大体60分になるってことですね。先生はもう永遠に話できるらしい。あのギュッと絞って教えていただきたいなというふうに思ってますけれども、どうしましょうか、 J1 からいきましょうか、はい、J2 からいきましょうか、 J3 からいきましょうか。お前さんだったらそれ松本山鹿の今日1月8日撮ってるんですけど、社長が大型遺跡があるというふうにおっしゃったというニュースを、はい、そしたらですね、じゃあ昇格チームのところからいきましょうか、あ、お願いします。はい、じゃあ、はい、まずは、松本山鹿、はい、お願いします。松本山鹿からいきましょう、うん、はいはい、松本山鹿はですね、うん、まあ、年末っていうよりもまあ年始って言い方の方がいいのか、はい、年始のところでじゃあ誰入ってきたのってところで言ったら、まずは大分からまあ宮坂選手が復帰して、はい、であとは那須川選手が完全移籍でやってきて、はい、びっくりしたのは鹿島から杉本太郎選手を取りましたね、はあはあはあ、あとは千葉から溝渕選手をレンタルでといったところではあるんですが、はい、うん、あとはこれもある意味驚きでしたけど、年末のところでね、はい、あの下川陽太選手をまあ生え抜きでっていうところで、で、このまま育てていくのかなと思ったんですが、まあ、レンタルで出したってところで、まあ、J2 でまだやらせるんだなっていうところでしたね、うんうんうん、どうなんでしょう、あの戦力的にはこう、はい、J1 に向けてだいぶ揃えてきましたよね、はい、ちょっと松本としてはもう一人のがその大きい補強っていうので、はい、なんかこれプラス大きな補強があるっていうことなんですね。あ、そうそうそうです、うん、なんかいわゆるちょっとベテランの選手一人取るんじゃないかってところが、うん、大きい遺跡としては知ってんですか先生。なんかちらっと名前だけ上がってるくらいなんで、うん、ただそれあの遺跡する側、うん、なのその遺跡元っていう、はいはい、そっちもあるんでちょっとあんまり話さない方がいいような気がしてるし、あとはもしでもちょっと決まればちょっと大きなニュースというか、そうですね、意外ですかはって感じではありましたけど、あ、そうなんですね、まあ納得はできる、でただ100%ではないはずなんですよ。なるほど。じゃあちょっとまたそれが出てからここでお話、そうですね、皆さんと盛り上がっていけたらいいですね。あの、はい、取るよっていう多分その所信表明的な感じでっての発言だと思うので、はあ、100% 取れるわけではないと思うんですよね。それを言っちゃってることでまたそれを進めようみたいなところもあったりするのかな。だと思います。あ、なるほど。だから あんまりちょっとだからあえて、ね、うん、そのワクワクするってよりかは冷静に現状の戦力のところでまず見ておくってところの方が大事なことだと思うんですよね。はい、まあ年末年始いろいろ動きがありましたもんね。そうですね。ただあの僕本当松本のところでいけば現状で一番いい遺跡だなと思ったのは、あの岡山から取った塚川選手ですね。塚川幸喜選手取ったのがすごく大きくて、まあ、バックのところもできますし、ボランチのところもできるし、そこからも飛び出して前にも行けるっていう、まあ、性格と、まあ、個人戦術持った選手でもあるんですけど、もともとその岡山のスタイルと松本のスタイルってどこかちょっと似てるところがあったりもするので、例えば今回あの仙台に移籍した石原選手なんかも岡山から松本でそのまま仙台に行ったりだとか、あとは例えばあの久喜田選手なんかもそうだったんじゃないかな、今群馬いますけどね、そんな感じもありますし、まあ似たようなスタイルでもあるので、塚川選手もすぐあのフィットするんじゃないかなと現状では思ってたりします。そして今回その J2 からだいぶ引き上げてきたところがあるので、まあそれこそ特にあのディフェンス側に多いのかな、うん、だから守備のところでまあ J2 スペシャリストというか J2 オールスター軍団でまあどこまでいけるのか、はい、であとはワントップのところね、うん、高崎選手もいますけど、うん、やっぱり前田大然というところがあるので、はい、そこにはやっぱりずっと注目しているところですね。はい、ありました。そして続いて、うん、まあ、大分ですね、はい、大分、まあ、大体あの前回とかでもかなり話はしてるので、はい、大きいところというか年末組で起こったところに関してはあまり言う必要性はないかなと現状思っております、はい、ただ、その中で一人だけ大きい遺跡あったので僕はそこだけちょっと伝えておきたいなと思っております、はい、まあ、新潟からというか、うん、まあ、ベルギー&新潟から戻ってきたって言い方になるでしょうか、はい、酒井大輔選手ですね、昔あのこのチャンネルでも、うん、全然まだね、あの本当スタートしたてぐらいの時にボランチ特集みたいなこともしたんですが、僕の中ではあの新世代の一人のボランチとしてで、酒井大輔選手
上げているところがあって、はい、めちゃめちゃ本当はうまいんですよ、うん、あのこうなんか第二検索ワードとかだとなんか酒井大輔下手とか出ることとかもあったりするんですけど、うん、あの前回の 2017U20 ワールドカップとかで、ね、あのあまりボールに触れてなかったりだとかしてたんですよね、はい、それもあってなんであいつにパス回んないのとかもよく出てたんですけど全然そういうことじゃなくて、はい、あの黒子なんですよ。そのパス場、パスコースを作りに行く選手なので自分が動いていくことで相手の選手をつる、そう、つってずらして、うん、そこにコース作ってっていう形の選手だったりするので、はいはいはい、なるほど。影の本当に黒子役なんですよ、うん、見る人が見たら分かってるというね。そうなんですよ、うん、それがだからまあ本当いろんな経験を経た上で地元というかスタートのクラブである大分に今回戻ってきたと。ほうほうほう。しかもそして今回初めての J1 なので、はい、そこでどれぐらいの活躍ができるのかすごく正直注目しているところであります。個人的にはこれあの東京世代の選手でもありますしやっぱりいろんな経験してきた選手なので、うん、またね代表返り咲いていただいてキャプテン、うん、キャプテン大ちゃんを僕はもう一回見たいなるほどと思ってます、はい、大分全体的に戦力アップですか？かなり。あ、そうですね。先生もうずっと言ってますもんね。そうですね。大分は強いと思います。やばいっつって。はい、うん。めちゃめちゃ思ってますね。ちょっと書き回してくれそうですね。じゃあね。はい。なるほど。そして続いて、はい、今度西の方からだいたいあの北に一回 J1 で戻ってきたいなと思うんですが、はい、続いて今回ご紹介したいのはまあ神戸でしょう。神戸。はい、はい、神戸今回ですね、この年始のところで、うん、まあ、半年ちょっと、レンタルの期間早めまして、はい、中坂選手が、ペララーダから復帰しました、はあはあ、そして、西大吾選手が、やってきました、うん、西大吾選手入ったんですね、はい、であと藤田選手が出ていきましたって流れにはなるんですが、うん、はいはい、西選手を取ったっていうよりも、ええ、藤田選手が出ていったっていうところをどうにか埋めなきゃいけないっていうのが神戸の形としてはありました。これで藤田ないかなみたいな感じで、うん、あの特にあの奥野選手、仙台の奥野選手が、セレッソ入りを表明した段階でとかでは、はい、多分神戸ファンの間でもあこれで藤田の移籍ないなって思った方も多いと思うんですけど、うんうんうん、そういうことじゃなくて、うん、もうすでに大体決まってて山口来るっていう段階で、ね、ほうほうほう、ってなったらもう藤田分をどうにかしなきゃいけないっていうところで目をつけたのが西選手だったよと、うん、はあ、はあ、なるほど。まあどんないきさつあったのかはそこはすいませんちょっと分かんないところではありますが、うんうんうん、これでただ神戸に関してはサイドバックがし、うん、もう信じられないぐらい強固になりました、はい、左サイドがやっぱりベテラン橋本選手、うん、そして若手のこれで初瀬選手を取った。で右には若い藤谷選手がいてこれで西選手がいる、はい、両サイドバックのところがこれでベテラン若手のところでで、はい、うまくね、あのちょうどだからあれですね、北京世代と東京世代って形になるんですかね、両方台所事情の表がちょっと見えてくるような。そうなんですよ、そうなってるところがあるので、ここはちょっとやっぱ強くなったなといったところではあるでしょうか。ちょっとやっぱ上位に食い込む布陣が整ったということですか。そうですね、あともともといわゆるイニエスタ、はい、藤田、三田、三原っていうところで、うん、いわゆるパスのそのチラシ屋系の、コントロール型、セントラル型ミッドフィルダーが、はい、まあ、4人多かったっていうところではあって、はいはい、それもあって三田選手が右のウィングだとか、イニエスタ選手一列前だとか、三原選手ちょっと足りなかったサイドバックやってたっていうケースがあったんですが、うん、はい、これで山口選手そして井ノ原選手が途中からあのファーストディフェンダーというか、あのディフェンス最終ラインではなくボランチで活用できることが分かったので、もうイニエスタ三原と、はい、三田選手、うん、そして山口蛍選手と、井ノ原選手というところ で、うん、そのコントロール型とファイター型のところが、うん、それで人数としても釣り合ったんですよね、うん、っていうところで、ね、やっぱりあの鹿島とかでもよくありますけど、うん、あの同じポジションにいわゆる2人ずつ抱えるみたいな形で、では神戸も大体充足してきてるんだろうなっていう。ターンオーバーできるってことですね。できますね。 あとだから CT はセンターバックだなっていうところはありますけど、うん、はいはい、まあそこどうなのかなっていう。これどうなんでしたっけ、外国人枠の5名になるじゃないですか。おそらくだからまだで使わないのかな。いや結果的には誰か取るんだとは思うんですよね、うん、はい、そうですね、最終的には取るんだと思います。なるほど、まだちょっとなんか動いてるのかもわからないということですか。そうですね、もしくは山口選手を前で使うことができるならば、はい、いわゆる井ノ原選手後ろに据えて、うん、もう井ノ原大崎っていうところでディフェンスやっていくよってなったら、うん、まあなんとなくわかるし、なるほど。ちょっとさっき小耳に挟んだんですけど、ロッペンが J リーグに来るかもないでしょあれちょっとあれガセネタですか。いやわかんないですけど、食いついちゃうんですけどやっぱりのね
わかんないですけど、もうオフェンスいるかってところは、うん、あ、まあそうか、あ、まあ神戸っていうわけではない、でも神戸ぐらいしか取れないもんね、取るって言ったらね。そうですね、うん、だ強いてあと神戸やることでもセンターバック1枚取ることだけなので、はい、そっちが大事って。そうですね、イニエスタ選手もポドルスキ選手もビジャー選手も、はい、もう本当に34試合全部とか、はい、ガップ戦含めたら結局50試合ぐらいいろいろあるじゃないですか、はい、それを全部出るってことは厳しいので、うん、ターンオーバーで誰出すのっていうところも含めてたから、で、うん、ターンオーバーで外国人選手を使うってちょっともったいないので、そうだね、まあ、もちろんね、うん、あの怪我から明けてとかっていうタイミングだったら別ですけど、まあそうか、そのそこで使うのがやっぱり古橋選手、うん、豪華選手だったりすると思うので、はいはいはい、となればかなとはちょっと思ってますね、はい、じゃ残りの外国人はここ今後ね、うん、向こう何年どういうふうに使っていくのかみたいなのもちょっとね見どころですね。そうですね、はい、はい、で続いて、はい、続いてセレッソをですね飛ばしまして、はいはい、まあ、セレッソに関しては今回奥野選手とか入ったってところありますが、うん、奥野藤田入ってボランチどうなんのとかはありますが、はい、まあ言うてもそんなにいっぱい入ってきてるわけではないんで、うん、また違った機会でまたお話しすることができるかと思っております。はい、ということで先に行きたいのがですね、ガンバです。ガンバ、あれです、なんでガンバやるのって言われたら、いろいろね、あのリクエスト来てますもんね。そうなんです、リクエストが異常に多いんですよ。気になってんですねみんなね、はい、ということでガンバ話さなきゃいけないなっていうところも含めて話したいなと思います。話してください。ガンバなんですが、はい、ちょっとあのお答えアカデミーの方とかでちょっと話させてもらったんですけど、はあ、はいはい、あの夜キムヨンゴン選手が来るのか来ないのかっていうところの話がね、はあ、まずあって、あとは三浦が出るのか出ないのか、はいはい、センターバックどうなるのさって話がいろいろ持ち上がってたので、まずそこから話したいなと。わかりました。はい、はあ、もともと僕この年末のこの移籍の話のところで、まあまあ大丈夫、年始になったらいろいろ動くからみたいな話をさせてもらったんですけど、その意図をまず言ってしまうと、もともとそのキム・ヨンゴン選手の移籍元のところ、いわゆる現状の保有元が、いわゆる月頭、いわゆる今月の頭のところまでが保有のその期限に確かなってたはずで、いわゆる契約金をいわゆる満了した段、契約満了した段階で取りたいっていうふうになるんであれば、ね、今年のこの年始にならない限り動けるわけがなかったんですよね、うん、そもそも。そういうもんですか。はい、でただ本人もそれでまあフリーになった状態で出れるっていう風になるんであれば、そこでって今海外移籍もちょっと考えてるよと。だからガンバっていうところは確かに表明もしたし、例えば一番最後の最終戦のところで見学に来たってところは確かにあったんですけど、それが本当に実現するかって言われたらまだ分かんないですね。まだちょっとそう、うん、この動画出す段階でどうなってるのか正直まだ分かんないですけど、うん、結局はだから海外のクラブとはある程度話した段階で、まあ、移籍してくるのか来ないのかって話にもなってくるので、はい、まあそうですよね、常にやっぱりこうね比較対象の、ね、うん、そこはもうしょうがないと思います、うん、プロですから一本釣りしてるわけではないので、うんうんうん、そこはしょうがないと思っていて、はい、でそれでやっぱりある程度の時間というか期限来たから、うんうん、もうそろそろもしかしたら取れないかもしれないってところも含めて、はい、まあ、大体案だった青山選手、青山直樹選手のに動いていたっていうところになりますね。なるほど、そういうことですね。やっぱり皆さんの中にはやっぱセンターバックだしってことを考えるとやっぱり4枚必要だっていうふうに思われると思うんですよ、はいはい、ただ現状これで最低でもこれ3枚もう揃ってるんですよ、うん、もう一人誰よって思うかもしれませんが、うん、まあ、野田選手でしょうね。ほう、若手の野田選手がおそらくは、トップチーム U23 チームじゃなくて、はい、トップチームの方に上がってくるんじゃないかと僕は考えております。なるほど、はい、うん、結局彼もずっとその下で、まあ、積み続けて、うん、まあ、宮本チルドレンの一人だっていうところで、はい、やってきましたから、うん、まあ、来年はトップチームで、まあ、控えのディフェンダーから始まると思いますが、はい、まあ、どれぐらいやれるのかってところは見る形になってくるのかなと。これあれですよね、来季からお答えの方で教えてもらいましたけど、21アンダー21で臨むんですよね、はい、ガンバは。ということは現状アンダー23でメインでやってるような選手っていうのは、はい、昇格か移籍かってことになってくるんですよね。だからそれで考えると、例えば、初瀬選手なんかも、はあ、はあ、そっか、移籍したし、初瀬選手神戸だよね。そうですね、はあ、移籍して、あと一味選手京都だとかっていうところってすでにも出てるので、はい、なるほどなるほど、はい、はあはあ、あと他もそうですよね、もう23歳以上だけれども基本的に主戦が、はあ、それが決まったから盛岡に行ったりとか、ね、そうですね、いっぱいいろんな選手が出てったっていうところの流れにはなりますね。なるほどなるほど、よくわかりました。はい、うん、はい、ガンバですね。ガンバですね。はい、はい、では続いてです。では続いてなんですが、なんかビッグな遺跡は起こってないんですか？ビッグな遺跡、ビッグな遺跡、ビッグな遺跡、ちょっと待ってください。うん、
まあ、全てビッグですけどね、皆さんのマイチーム。いや本当そうですよ、はい、あの要はね、残留っていうのが出ましたっていうだけでもビッグだし、それをまだ待ってる人いっぱいいますもんね。そうなんですね、出たっけ、彼契約出たっけみたいなね今そういう時期ですよ。続いてが川崎ですね、はい、あの川崎続いてお話しします、はい。川崎は、年末のところでで、うん、あれだ、まずは控えのサイドバックの、 あのタビナス・ジェファーソン選手が岐阜へのレンタル決まったのと、あとはあれですね、マギーニョ選手とジェジエウ選手が、はい、まあ、入ってきてっていうところ、うん、そしてあと藤島選手が山口からやってきてっていう状態ですね、うんうん、になって、川崎はやっぱり強いなと僕はやっぱり思っております。でやっぱり川崎なんですが、基本的にいろんな選手にオファーがあったみたいです、うん、例えば、例えば車谷選手、うん、車谷選手、車谷選手呼ばれもそうだし、うん、あとは家永選手、うん、阿部裕之選手、うん、本当にだからいろんな選手に声がかかったっていう状態ではあったんです、はい、あと奈良選手なんかもそうですね、はいはい、ただなんとみんな残留、うん、どうやら、うん、まあ、そこだからまずは残すってところに対してでも頑張ったのがありますよね、うん、それが最大の補強みたいによく言いますもんね。そうなんですよ、うん、でそこにあの前何回もお伝えしてますが、山村選手、レアンドロ・ダミアン選手入ってきて、そっか、で右サイドと右サイドバック、そしてセンターバックでそれぞれマギーニョ選手とジェジエウ選手が入ってきて、はいはい、でここから先に関してはいわゆる J2、 基本的には J2 になるっていう形ではあるんですが、はい、あのピンポイント補強をやっていくと、おうおう、あのここのところがちょっと弱いから、ここの部分で、はい、プラスアルファしますよという状態なので、はい、もうあのここから川崎は大きい補強はおそらくないです。あ、 なるほど、ないですが、ちょっとここ弱いかなってかゆいところに手をなんか届いたような補強を残りやっていくので、なんかよくなんかこう手入れの行き届いたいい道具みたいなチームですね、川崎って。こうね、そうなんですよ、派手なバーンって優勝したからって補強派手にバーンって言うんじゃなくてね、うん、こうゆっくり直して使い続けていくみたいなね。そうなんですよ、だって例えば今回、うん、レノホ山口から藤島英介選手取ったんですけど、うん、ゴールキーパーの控えなんですけど、ほうほうほう、これもねうまいんですよ、藤島選手って、あの大津高校出身なんですが、ね、あの熊本、はいはい、熊本の大津高校から川崎に来た選手といえば、あれ谷口翔吾、はい、あれ車屋慎太郎、はいはい、実は幼馴染、そうそうそう、で谷口選手の同期かな、だから、うん、高校時代、あらまだからまたそこもあの大津ラインなんですよ。あららら、キャッキャ言っちゃう。そうです、うん、で今例えばいるフォワードの赤崎選手なんかは、はい、あのその谷口選手、車屋選手と の、うんうん、あの筑波大学ラインなんですよ。はあ、なるほど。だからあの結局いわゆるそういうあれなんですよ、ラインも作ってしまうという、そうそうそう、だから入り込みやすいんですよね、北選手が入り込みやすいし、なんならそのキーパーの子が来てくれたことで、なんかあってもちょっとなんか今楽しいし移籍せんとこうとかって思うこともある、いろいろありますよ ね、 ね、だってご飯食べに行くのも楽しいですしね、あとは J2 からこう引き上げてくるパターンにしても、王者川崎からですよ、うん、そうだよね、そりゃねって話にもやっぱりなってきますし、まあね、確かに。であとフォワードに関しては今回そのレアンドロ・ダミアン選手取ったってところがあるんですが、はいはい、うん、基本的に今あんまり前の方にブラジル人を割きたくないってところが本当なんかあるみたいなんですよ、はあ、でディフェンスラインのところで取ってっていう、そこの献身的なブラジル人ってところに今欲してる部分がある、献身的なブラジル人、はい、いるんですかそんな人は。いわゆる今回の2人もだからそれでってところなんでしょうけど、はあはあはあ、でただエドワルド選手が現在狙われてるっていう情報があるので、そうです、はあ、でエドワルド選手、例えば、うん、これも言っちゃいますけど、松本が狙ってるらしいんですよ。あらまあ、もしかしたらそこもあるのかなってところもありますが、仮にエドワルド選手が抜けたとしても谷口ダラっていうところのセンターバックがいる状態 で、うん、左に車や、うん、で新しく今回マギーのジェジエオが入ってきてってところで、うんうん、もう主力ディフェンダー陣はこれでも完全にもう強固な状態、いい感じ、はい、でそれこそサイドバックだと上りだと選手もできますし、うん、右サイドバックだったら例えば鈴木優斗選手なんかもできますしっていう状態ですし、うん、まあ、真渡選手もいるしって状態なので、かなりディフェンス陣揃ってきたなってところが川崎は、選手としても今行きたいチームなんでしょうね、それあり得るでしょうね、うん、ここはだからちょっと強いなと思っております、はい、はい、うん、ってところですかね、はい、J1 に関してで、ですね、はい、ちょうどお時間ということですけれども、いやもうあと J2 をちょっとだけ、ね、おくださいやらせていただければと思っております、はい、J2 に関してなんですが、うん、はい、ここのチームにちょっと触れたいなと思っております、はい、今後ですね、うん、今日同じ日に収録したもので言えば、はい、横浜 FC 甲府新潟と出してきて、うん、今後金沢岐阜京都岡山山口とその西の方までずっと連れ、はい、触れていくので、シリーズね、はい、うん、触れていくので今日は関東の方から西
2チームほど触れさせていただければと思っております。まず1チーム目、まず1チーム目町田ゼルビアです。はい、はい、町田ゼルビアなんですが、違う動画でも何回かちょっとお話しさせてもらってるんですけれども、米子北高校からボランチの佐野海舟くんが加入することが決まりました。もう無事にね、あの選手権まあ終わったってところで、まあ優勝にはね届かなかったですけれども、本当にそのバランスの取れる本当にいいボランチなので、ぜひともここで育ってほしいなというところもありますし、やっぱりお金がだんだんそれこそこの町田にはかかってきますから、はい、育成だとかトレーニングメニューだとかもだんだんいいものに仕上がってくると思うので、はい、そこの流れで育ってってほしいなと思っております。海舟君はい、そして、前回町田 の、 あの補強動向編冷蔵庫シリーズも出した後での移籍だと、はい、例えばあの、まあ、これも何回か話してますが、はい、新潟から葉山剛選手がまずはやってまいりました、であと横浜 FC からジョン・チュングン選手が来たりだとか、あとはあれですね、ガンバ大阪から、まあ、あと今年の所属的にはアビスパ福岡でしたけど、はい、平尾壮選手がやってきたりだとかっていうところで、かなりあのスタイリッシュな選手たちがやっぱり前回もね、あの富樫選手だとか、あとは山田直選手のところでそんな感じする。いよいよ先生、これスタイリッシュ集めとるなっていうのもねありますよね。ありえますね、これはね。ありえますね。ちょっとだからいいと思う。でも町田を見る目っていうところというか、いわゆるいろんな、本当ね、あのカープ女子とか、セレッソ女子とかあったけど、ゼルビア女子なんかもできてくるかもしれないなって思いますね。ちょっと薄暗い照明当ててかっこいい写真撮る気じゃないですか。ありえるかもしれませんよ、ね、予想しちゃいましょう。それもね、そうですね、ゼルビアってかあの色使いかっこいいですもんね。あのゴールドが入ってたりとかして、そうなんですよ、ね、個人的にあの色のかっこいいなと思いますけど、ね、ここだからサイバーエージェントがやっぱりどうしてくれるのかってところはちょっと楽しみですよね、はい、そうですね、はい、はいはい、そして、続いて一、ええ、人だけちょっと個人で触れた後、もう一チームだけやって J2 終わります、泉沢選手がそういえば、はい、ポーランドへ。ポーランド、はい、ベルディ、まあ、今年はあのガンバからレンタル移籍でベルディに行っていた泉沢選手が、ポーランドのポゴニシュチェチンに移籍が決定しました。ポゴニ、ポゴニ、ポゴニシュチェチン、シュチェチンに移籍することが、ポゴニシュチェチンにね、はい、はい、移籍することが決まりまして、3年契約だったかな、うーん、ってことで新たな海外組が誕生いたしました。ポーランドリーグっていうのはどんな感じなんですか。ポーランドリーグ、まあ、ポーランドって言えば、まあ、一番わかりやすいのは、レバントフスキってところはいたりするんですけど、まあ、またどっかでちょっと話せればなと思うんですが、世界ランキングもね高いですし、リーグ戦だって、そうですね、まあ、レフポズナンっていうチームが基本的にはまあ強いっていうところでもあるんですけど、僕にしてチームも基本的にはあの強い、あの FC 東京みたいな感じの順位のチームですね。大体優勝もあんまりすることないんですけど、だリーグ戦で言ったら上位にいると。よく知ってますね、それまでね。いや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 、でそこに入ってきてってところで、今あのちょうどあれですかね、確かに、今ウィンターブレイク入ってるんですが、今28得点24失点で今4位か5位ぐらいにいたはずなんですよ。今何にも見てないですからね、これいつも言いますけど、こめかみだけをちょんちょんと叩いてますから、スイッチかなんかですかそれ。かもしれません。入ってんですか、なんか。いや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 、そう、ところで失点のところはってところはあるんですけど、試合数の割にちょっと得点取れてないのかな、確か20試合28得点とかだったはずなので、その得点のそのチャンスメイクってところに彼には期待がかかってると。なんかポゴニシュチン の、 あのポーランドのいわゆる公式サイトの方を見てきたんですよ。そしたらそこででは、あの彼がその阪南大の時に、あのどこだっけ、ロシアかなんかで行われたそのインカレの大会、大学生の大会、あ行きますもんね、そうそう、ユニバーみたいなことでしょ。でそれで、あの出てた選手なんだよってことにも触れられていて、ああちゃんとこういうとこから見てんだなんてことちょっと思わされた。あ、火山だ、火山。その前にそのポーランドのサイトを見てたんですか先生が、はい、何語で書かれてるんですか。ポーランド語、ポーランド語で書かれてるんですか、はい、それはなんあの翻訳ソフトかなんかで で使いました。あすごいですね。いやなんか面白いなと思ったんで、もう追いかける、追いかけましたですもん、ね、はい、分かりました。そして最後ジェフで終わりたいと思います、はいはいはい、ジェフですね、今年はだいぶまた変わったかな、まあ以前のようなね一気にガラッと変わったみたいな感じではないと思うんですけど、今回は本当適材適所の補強ができたんじゃないかなと思っております、うん、キーパーは鈴木選手、最後の最後でガンバからレンタルで獲得してっていうところで、はい、また佐藤選手とか、あと大野選手とはまたちょっと違うような、新しいオーソドックスタイプの選手がここにやってきましたよと。
そしてディフェンダー、まあ、サイドもセンターもできる新井選手、うん、でセンターバックのところではそれこそウィリアム・ベラスケス選手、うん、ベネズエラからですね入りましたし、うん、であとサイドバックのところでは下平匠選手を完全に移籍化することができたし、うん、あとはまあ甲府から中盤ですね堀米選手取って、はい、あとは川崎から田坂選手取って、うん、そしてまあ無事お帰りなさい帰ってきましたということで久人選手がもうやってきました、うん、11番らしいですね背番号らしいですね、はい、というところでジェフがまた新しい、あとあれですね、もちろん我々としては忘れてはならない、相澤ピーターコアミ選手キーパーねあ、そうですね、コアミ選手、相澤ピーターコアミですから、はい、あ、違うわ、相澤ピーターコアミだわ、あ、そうだごめん、長谷川アリアジャスルーの言い方でしたね、僕のさっきの相澤ピーターコアミは山本スーザン久美子でした、すみません間違ってました申し訳ない、応援してます、すげえな、うん、相澤ピーターコアミ選手はい、ね、船山選手もいますしね、はい、うん、じゃあロッカーが隣同士になったらしいです、双子でしいですね、喧嘩しないとか書いてましたね、書いてましたね、はい、じゃあ今日はあと最後の最後で1チームだけやっていいですか、あ、はい、ごめんなさい、ラスト、ラスト、本当にラスト、うん、これラスト J3、 おお J3、 はい、群馬、群馬、あ、今回群馬に、気になりますね、群馬にスポット当てましょう、はい、群馬はですね、うん、はい、今まででそんなに触れてこなかったんですが、チームがですね今年ガラッと変わります、変わるんですね、ほとんど選手が変わりました、あ、そうですか、はい、はい、だからまあさ、また次ね、うん、実況をやるときあると思うんですけど、うんうん、覚え直しです、喜んで、はい、うん、ほぼ変わりました、若返る感じなんです、いや、どう言っていいか分かんないですね、変わりすぎてなんて言っていいか分かんないです、ちょっと前の千葉がね全部入れ替え、血の入れ替えをした時ありましたもんね、あ、もう一緒っすね、うん、もうほぼみんな変わった状態だったので、こういうのってどうなんですか、ただやっぱり今年ほとんど2018年で、はい、いわゆる1年で多分帰り咲きを図ってて、多分その約束事だったと思うんですよ、だからみんな残ってくれとかだったはずなんですが、いわゆるそれができなかったから、まあ、約束がっていう話なんで、それで出ていくことはしょうがないんじゃないですか、ね、また一回方針転換でやり直すということですかね、そうですね、はい、なんで一応まあ、新たに、あ、まず出てった選手と獲得した選手はちょっと振り返りましょうか、はい、まずフォワード、うんうん、大久保選手、はい、平重選手、高橋俊太選手、山崎雅人選手が、はい、まあ、それぞれまあ出ていきまして、で山崎選手はまあ引退ですね、はいはい、あとあれですね、うん、大島選手、小牟田選手、はい、もう多いですね、みんな出ていくの、大島選手は栃木に戻られるということですね、戻るという、そうですね、うん、あとミッドフィルダーでもやっぱ鈴木選手、長選手、あとは松下選手、岡庭選手、うん、志村選手、小林敦樹選手、小林選手は引退ですね、うん、あと風間選手戻って、臼井選手、吉田選手、一柳選手、うん、であとディフェンダーですね、ここら辺から、うん、坪内選手、市川選手、阿部選手、うん、清原選手でしたっけ、うん、であと川岸選手で、はい、長谷川拓海選手、中村選手、藤原選手、キーパーでも、そうなんですよ、松原選手、松原選手は個人昇格でしょ、あれですね、湘南行きますけど、うん、っていう状態 で新しくですね、これ入ってくる情報もいろいろ伝えなきゃいけなくて、はいはい、まずね、あれです、YSCC から、うん、フォワード辻正雄、辻正雄やってきます、そうなんですか、やってきます、群馬っぽいですね、群馬に入ってくるんですね、はい、であと、鳥取、レオナルド選手が新潟行ったってありましたけど、うんうん、同じその攻撃を牽引してた、加藤純也選手が、加藤純也やってまいります、鳥取の、はい、ほうほうほう、そして時に3トップのね1億を似合ってたようなそうなんですよ、ありましたけど、そしてモンテディオ山形から、中村俊太選手、この選手もあれなんですよ、マスター鈴木統一選手がそのセレッソから長崎行って湘南じゃないですか、はいはい、この中村俊太選手は柏ユース高2まで、うん、で高3青森山田のモンテディオ山形なんですよ、でプロ1期プロ2年目になるんですけど、その地を群馬になるということですね、うん、旅人ですね、はい、はあはあ、で次沼津から青木選手、はい、水戸から佐藤選手で、はい、はい、で次鹿島から田中俊也選手、はい、岡山から加藤選手、うん、甲府から運動量のすごい久保田選手、うん、で大分から姫野選手、うん、藤枝から三永選手、うん、岐阜から青木翼選手取って、北九州のからディフェンダー福田選手、うん、水戸からキーパー小泉選手、京都からキムチョルホ選手を取ったということで、うん、だいぶですね、で大卒ででも6人新しく取ってるところがあるので、そのうちフォワードの高澤優也選手に関しては、はいはい、うん、あれです、小柳ルミ子さんのご親戚
あ、はい、本当ですか。はい、ツイッターかなんかで、あの高沢雄也くんは私の親戚なんですと、つぶやかれておりました。すごい。ということで、また新しい側面からででもちょっと注目が集まると思うので、はい、群馬の今回の血の入れ替えが来季どんな感じで影響してくるのかというのも一つ楽しみに、ね、ね、はい、しておきたいなと思っております。ね、その分かりました。今回は以上です。ありがとうございました。これ15分ですよね今ね。15分30分いってますよ。ああ15分じゃなかった。聞け、大丈夫です。 いっぱいいただきましたから、ね、なるほど、ありがとうございました。惜しいな。どうこう新年の、年末年始のあと15分縮めれば15分で終わったのにな。そりゃそうですよ、計算できないんですか。一席どうこうお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。